DS オートモビルズはステランティス NV の高級車、ブランドである。2009年初にシトロエンの高級サブブランドとして発足し、2015年にシトロエンから独立して単独のブランドとなった。DS はシトロエン DS に由来していると考えられるが、ディファレントスピリット、またはディスティンクティブシリーズの略とも言われている。DS ラインは2010年初めに、 シトロ NC3 をベースとするシトロ NDS3 から始まった。2010年にはシトロ NC4 をベースとするシトロ NDS4 が、2011年にはシトロ NDS5 が発表された。これらの車種はリアバッジがそれまでのダブルシェブロンに代わって新しい d s ゴが付けられ、またフロントにもダブルシェブロンと共に DS バッジが付けられた。2014年、 PSA のカルロスタバレス CEO は翌2015年からヨーロッパでシトルエンバッジを落として DS を独立したブランドにする意向を示した。これに先立ち中国では長安 PSA によって DS が独立ブランドとして展開され DS5LS を皮切りに中国専売車種が順次投入された。これらの車種はダブルシェブロングリルが配され変わって DS ウィンググリルと DS のエンブレムが採用された。2015年、日本でも販売を開始。当初は、シトロエン販売店での競売扱いだったが2017年からは、ブランド別の専売体制を導入した。専売店舗の DS ストアのほか、既存のシトロエン販売店内に構える、専売スペースの DS サロンの2チャンネルで販売する。 フォーミューラインの2015から16シーズンより、テチーターとパートナーシップ協定を結び、DS テチーターとして参戦している。ジャンエリック・ベルニュの活躍により、2017から18年シーズンでドライバーズチャンピオンを獲得した。ありがとうございます。